大阪から来ましたパクと申します。よろしくお願いします。もう66歳になりまして、ちょうど今年の3月に大阪医師大を退官したんですけど、ちょうどその退官と同時に在籍していた大阪市立大学が解体しまして、大阪公立大学という大学になりました。ちょうど今から何年ぐらい前ですかね、10年ちょっと前に麻布の肝腎歴史資料館ってあるんですけど、あそこで力道山 のご婦人と対談をさせていただいて、お話をした時にそのご婦人のボディーガードの方がついてこられて、まあ、元ヘビー級 のボクサーで、日本で最初のヘビー級ボクサーを力道山が日本でプロデュースするということで、名前はちょっと伏せますけども、その方と、まあ、終わった後ちょっとビールを飲む機会がありました。でその時にですね、そのヘビー級のボクサーをしていた方が占いもやっておられて、ちょっと酒の席で私もついでに占ってもらえますかと言ったらですね、どういうことが知りたいですかと言われたんで、長生きできますかねというふうに聞いたんです。そしたらその方が私の手相とか生年月日とか、まあ 4,5 分分析されて、言いにくいんですけど、先生はやばいですと、長生きできませんと言われたんですね。それでこっそりなんか紙みたいに渡されて、危ない年っていうのを渡されたら、まあいわゆるなんていうんですかね、日本は1970年代に2回の石油危機を迎えたんですけど、いわゆるオイルショックですね。私はまず1回目が今から5年前脳出血、これが1回目のオイルショック、いわゆるオイルショックですね。わかりますか、ここで笑わないともう笑う機会ないですよ。1回目のオイルショックを受けまして、それから2年前に脳梗塞、これが2回目のオイルショックです。でその占い師がちょうど行ったですね、で紙に渡された月に最初1回目の脳出血で2回目の脳梗塞、それが占い師の予言通りの年になる、それが2回起こってるんですよね。で3回目がちょうど占われた危ない年が今年なんです。今年だからこれが皆さんと最後のお話しできる機会になるかもしれません。実は2回目のオイルショックの脳梗塞の時に、これはまあ聞いたことある人もいるかもしれませんけど、いわゆる言語障害だったんですよ。それからまあ正確に言うと右の脳がやられたんですね。右の脳が、人間には脳が右脳と左脳ありまして、右の脳がかなりやられまして、で左に後遺症が残ったと。右がやられたら左に、左がやられたら右に後遺症が残るんですよ。で右の脳がやられて、まず左の顔面半分が顔面麻痺になりまして、まあよく見ていただいていいですけど、眼鏡外しますと左の目がよく開いていないと。だから私のまあテレビに関西でよく出るんですけども、私の生命線である笑顔が作れなくなったんです。先生の笑顔はスケッチ的ですねとよくファンレターもらうんですよ。その笑顔が人為的にコントロールできなくなったんですよ。作り笑いができなくなったんですよ。これは芸能人にとって致命的ですわ。それと同時に言語障害ですから、ちゃんと喋れなくなったんですよ。考えてることはすぐに言葉に出てこない。だからものすごいこれはリハビリをしてですね、今これぐらいまで喋れるようになりましたけど、これで前世紀の私から言ったら 53.6% ぐらいの会話能力しかないということを前提に今日聞いてほしいんです。自由に特に左指が動かなくなってしまったんで、パソコンで原稿を打つときは右手だけで打ってます。だからこれもまあ私は引退したら作家、まあ、本を出して生活していこうと思ってたんで、まあ、すごくその本を書くのにも時間がかかってですね、なかなか本の執筆が進みませんけど、今、まあ、11冊目の本を書いているところでございます。まあどっちにしましても
まあ今日が最後の講演と思ってやってます。まあ私の研究は日本柱ありまして、一つは東アジア、特に韓国の朝鮮半島、韓国と北朝鮮の研究ですけども、今日はもう一つの柱の在日コリアンの研究についてお話をしたいと思ってます。研究には全てバックボーンがあるんですけど、まあ在日の、まあ私は2世と3世の間ぐらいなんですけど、父親は2世で、まあおじいさんが1世の時に、まあ2人で朝鮮半島から、1925年朝鮮半島から渡ってきましたから、まあおじいさんから数えると3世、親父から考えると2世になります。まあその 2.5 世としてですね、在日コリアン社会のために研究人生でどのような研究をして何を残せたのかということを、まあ、自分なりに総括して死にたいということです。これが私の小さい時の写真です。真ん中に写ってるのが私で、皆さん方から見て右手にいるちょうどお猿さんみたいな子が私の妹ですね。で左側のが姉です。で親父とおふくろ、まあ幸せそうな家族に映ってますけども、まあ親父は民団の前身の県政の運動から参加して、いわゆる兵庫県のアリラン部隊のリーダーをしてまして、まあ相当朝鮮総連とかですね、華僑とやり合ったという人物です。で私は56年に尼崎市に在日の3世として、まあ 2.5 世として生を受けました。小学校中学ずっとその頃まで日本名で洗い始め、パクは洗いが多いんですね、まあ、よく小学校の時は友達から洗濯洗い始めとはそういうふうなことを言われてからかわれていましたけども、今になっては懐かしい名前です。で普通のまあ中学校を出て地元のまあ県立高校に行ったんですけど、部落解放運動に命を懸けていた先生が担任の先生だったんです。 A 先生という先生に出会いまして、でその先生が、部落の、まあ、子供たちに、まあ、カミングアウトさせてたんですね。で私は今でも、もう鮮明な記憶がありますが、かな、みんなに言いたいことがあるんやと言ったら、女の子が泣きながらですね、涙流して、私は被差別部落出身ですと泣きながら、もうなんとか声を出して言ってるんですね。でその先生が、なんで泣いてるか分かるかって言うんですよ。みんなお前が泣かしてるんやろ、私は言って心の中で言ってるんですけどね、その気持ちが分からなかったかとか言って、ブラックの人たちはこんな気持ちで来てるんやと、わけのわからん授業を始めるんですよ。で次クラスの次にブラック民がいなくなったと。でそれでターゲットになったのが私だったんですね。次は在日韓国人朝鮮人のカミングアウトさせていく。ブラックの解放運動と同時にですね、在日の子どもたちをどういうふうにこう育てるかということで、本名宣言のブームが起こった時代で、まあ、多くの熱血感のあるそういう先生方が、まあ、全教頭の先生が多かったと思いますけど、まあ、在日の学生に本名宣言させると、授業終わったらな、職員室に来いとか言われてですね、で職員室に行ってですね、前に座らされて、お前は在日韓国人やなと、在日韓国人で何で荒井という名前名乗ってるんやと、お前は本名パクいう名前を名乗るべきにちゃうかというふうに言い出したんですよね。でこれはやばいなと、ついにこいつはブラックミンと同じように私を本名宣言させるつもりやなと。私は柔道部で柔道を一生懸命やってたんですけど、柔道の練習が終わるまで残ってですね、終わったら一緒に帰ろうって言うんですよ。なんであんたと一緒に帰らなかったのか分かりませんけど、とにかく私の家までずっとついてくるんです。でついてきてずっとですね、韓国が日本の植民地化された歴史からずっと話をするわけですね。それで通商名というのは同化政策だと、
その同化政策にお前は従って生きてるんやと、日本帝国主義の敗北者やとわけのわからんこと言われてですね、それでずっとちんたらちんたら言ってですね、毎日毎日私家まで来るわけですよ。とにかくしつこいな思って、しつこさに負けて私が本命宣言するのを待ってるんですね。である日、ついに日曜日になって授業がない日にですね、電話がかかってきたんですよ。で親が先生から電話やった、お前何か悪いことしたんかって言ったら知らんとか言って、で電話に出たら今日は日曜日やなってその先生が言って、それが何やねんと、日曜日やから俺と一緒に映画に行けへんかって言ったんですよね。なんであんたと映画に行かなあかんねんと、お前ブルース・リーの映画見た言うとったよ、俺がチケット買ってあげたぞと、なんであんたとブルース・リーの映画行かなあかんねんって言ったけども、ブルース・リーの映画見たいからそんな待ち合わせをしたんですよね。で行ったらブルース・リーの映画じゃなくて三宮の山手奥のずっといた部落解放センターに連れて行かれます。でそこでやってたのがブルース・リーの映画じゃなくて異邦人の川というジョニー・オークラが主演の映画、ジョニー・オークラという昔ロックンローラーがいたんですけどね、矢沢永吉と一緒にバンドを送ってキャロルという、でもここにいるちょっと年配の世代の人はかろうじて覚えてると思います。でそのジョニー・オークラがその映画の中でですね本名宣言をする、俺は日本人じゃない、在日朝鮮、その時は彼は朝鮮人って言ってました、在日朝鮮人だとか言って俺の魂のロックを聴いてくれと、でそこでカミングアウトするんですよ。で先生としてはその映画を私に見せてお前もジョニーに続けとということだったと思うんですね。で見たら確かに感動はしたんです。感動はして確かにジョニー大倉みたいに芸能界にはいっぱい在日がいるんだけども、自分も本名を名乗れたらいいけどなかなかその勇気が最後の川を渡れないと、でそこに、ジョニー大倉の映画がそういうふうにこう私に最後の川を渡れるようなメッセージをしたんじゃないかと思わせる、そういう、先生の仕掛けやった。お前はな日本名名乗ってるやろ、それを見るとな俺はな帝国主義者のなと一緒だってお前追い込んでるみたいな気がするんや、なんとかお前本名名乗ってくれへんかと、お前が洗い始めていう名前で生きてる限り俺は救われへんのやと泣きながら言い始めたんです。これは困ったなと思って、分かった考えるわと言ったんですね。で家に帰ってどうしようかなと思ったんですよね。当時日本人の彼女がいたんです。でみっちゃんみっちゃんって呼んでたんですけどね、そのみっちゃんの写真をいつも定期入れに入れてたんです。でそのみっちゃんの写真を出してみっちみっち俺はどうしたらいいんだいって、そのみっちに向かってずっと夜中中叫んでたんですよね。で次の日学校に行ったんですね。そしたらなぜか先生が高校の入り口におりまして、パク、お前は待ってたぞと、もう体育館に準備ができてると言われたんですよね。何の準備やと言って本名宣言誰だったらバーってかかってくるんですね。3年ない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 荒井君本名宣言とか、みんな集めてあるとか言って、そこでみんな今日は出て言うしかないな、へへへとか言って言われてるんです。こいつはとんでもないことやつやな思ったけど、もう仕方ないな、腹くくって言うしかないな思って、ほんならもう要するに集まって、学生集まってるんですけど、そんな状況じゃないんですよね、聞くようなあれないんですよ。ほんなら剣道部の先生が竹刀持ってきて、その喋ってるやつを殴りまくって静かにせんかいとか言って、今からあれが本名宣言するか静かにせんかいって殴りまくってるわけですよ。今でやっと静かになって、いや荒井行け言って、いや私は今まで荒井という名前で来てきましたけど本当の名前はパクで在日韓国人ですと、これからか私のことをパクと呼んでくださいと、そういうのが精一杯だったんですね。そしたら、先生はその A 先生は泣いてましたね。で私も涙が出てきて、私と二人は涙涙でしたけど、聞いてる学生はポワーンとして、一体あいつ何言うとるんやるというね、要するに事前の準備の勉強も何もなく突然そういう話に来ましたから分からんわけですよ学生は。
で終わったら「おい解散!」とか言ってね、それぞれ教室帰れとか言って何のフォローもないわけですよ。で授業教室戻ったらミッチーが来たんですよ。だからそのミッチーが私に対して「新井君、あなたが何人になっても関係ないよ、私はあんたの人間が好きやから」ってね、ガーンと来ました。その時にアドレナリンがガーッと体中から出てミッチー君を殴り抱きしめたかったんですけどね、ミチコ殴ってしまったんですよ。あ、殴ったんですよ。で、なんで私が殴ったのかというと、結局あんだけ言ったのにミッチは私に新井君って言ったんですね。結局彼女の中では永遠に新井君なんですよ。だから結局まあ私は在日韓国人の名前について考えるきっかけは皆さんに与えたので、自分は、まあ、名乗っても結局みんながそれを受け入れるには非常に時間がかかるんですよね。学習と時間がかかると。だから非常に私はその時本名を名乗ったんですけど、まあ、結局まあ、その1975年、私がちょうど本名宣言をした年、広島が初めて優勝戦線を争っていまして、初優勝した古賀監督のもとでね、まあ、広島カープが優勝しまして、私はもうずっと小学生の時は広島ファンで、まあ、本当にこの時は勉強どころじゃなかったんです。で大学入試に失敗しまして、予備校に通って、この時はまあパクという名前で予備校に行きました。で浪人して、まあ漢学と運動者両方合格したんですけどね、その時にまあこれをまあ母親が決めるわけです。母親が占い師に行って、西の方向は良くないと、だから漢学に行ったら危ないと占い師が行って、同志社大学に行ったと。でまあそこで同志社大学に入った時に、で漢文圏に行ったら韓国学生同盟といわゆる韓国漢文圏というのは下部組織で、上に上部組織の韓国学生漢学堂というのがありまして、それは当時まあ、政治犯、いわゆる韓国に留学して、いわゆる反共法に引っかかって、死刑判決を受けた人の救援運動をやってたんですね。で、まあ、まあ、当時多くの、まあ、こういう漢学堂に参加していた人の中でですね、私が行っていた同志社大学からも 4,5 人、まあ、韓国に留学して、それから突然逮捕されて死刑判決というのが相次いで起こりまして、まあ、菅正恩さんとかいろいろいたんですけど、まあほとんどその理由はソニーのテープレコーダーで北朝鮮の放送を傍受していた、ただそれだけの理由で、まあ、反共法違反と、まあ、当時の権威主義政権の下で、まあ、共産主義を徹底的にこう、まあ、打倒するというのがありましたから、まあ、在日の学生がそれに利用されたと思いますけど、まあ、そういう不条理な形で国に捕まってですね、刑務所に入ってですね、死刑判決を待ってる人がたくさんいまして、これはあかんということ、やっぱりそれはそういう不条理は許されへんということで、まあ、その政治犯救援運動に参加するという意味で、まあ、漢学堂に入っていったんですけども、まあ、結局組織に入っていくと、まあ、どん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 やっぱりそこに洗脳されていくわけですよね。でまあ2年生の時に、まあ、乗船次長、3年生の時に、まあ、いわゆる乗船部長、4回生の時に委員長になりまして、まあ、全国集会とかあって、まあ、それでデモ活動をしながら、まあ、日韓閣僚会議反対運動とかするわけですよ。ジグザグデモとかしながらね。だからほとんどその、まあ、大学時代の経験はこの漢学堂の学生運動で、まあ、一色だったと。まあ、韓国の民主化運動への支援連帯というのが自分の、まあ、学生時代の思い出のほとんどだったんですけども、まあ一つの、まあ、意義としては、この民族として生きることは何なのかと、いわゆる民族主体性ということがありますけど、それについてずっと大学時代考えた。4年生になったら就職活動しますよね、日本の学生は。で私もまあ一応就職活動せなあかんな思って、まあとりあえず銀行行ったら食いっぱぐれないやろうなと思って、小学部でしたから銀行をですね20ぐらい金融機関受けたんですよね。まあ当時は金融機関も今みたいに統合する前ですから、
まあ、いろいろ共和銀行とか三和銀行とかいろいろ、まあ、ありましたけど、まあ、そういう、まあ、大手銀行と、まあ、滑り止めに信用組合系も含めて20ぐらい受けたんです。ところがですね、これはやっぱりあのゼミの、まあ、同じ仲間は次々と内定もらうんですけど、私は一次書類選考で、まあね、あの20のうち19が返ってくるわけですね。残念ながら4年生だったら就職活動しますよね、日本の学生は。で、私もまあ一応就職活動せなあかんな思って、まあとりあえず銀行行ったら食いっぱぐれないやろなと思って、商学部でしたから銀行をですね20ぐらい金融機関受けたんですよね。まあ当時は金融機関も今みたいに統合する前ですから、まあいろいろ共和銀行とか三和銀行とかいろいろ、まあありましたけど、まあそういう、まあ大手銀行と、まあ滑り止めに信用組合系も含めて20ぐらい受けたんです。ところがですね、これはやっぱりあのゼミの、まあ、同じ仲間は次々と内定もらうんですけど、私は一次書類選考で、まあね、あの20のうち19が返ってくるわけですね、残念ながら。で、最後一つだけアメリカの金融機関から最終選考まで行って、ほんで東京であの面接をしたんですね。ほんなら、あ、その人が、まあ、あのうちとこにも在日の韓国人の人が3人ほど働いてると、その人がみたいに頑張ってくれと人事部長が言われたんです。ほんで、いや、やっぱり日本の金融機関と違うなと、やっぱりそういうグローバルな、やっぱりそういう人を取ってるんやと思いきや、その日本人の人事部署行ったことは、日本の市場マーケットではとにかくあのコリアはあかんと、だから名前はジャパニーズの名前でやってくれと言われたんですね。まあ、当時の1970年代後半、1980年代まだそれほど日本のマーケットはクローズされていた。で、私は結局そこでもう断って行くとこがなくなったと。まあ友達がないない、俺は第一関係に泣いてもらった、俺は三和銀行に泣いてもらった、いろんなやつが、まああんまり勉強してないやつが泣いてもらうわけですよね。で、いや俺は大学院で勉強することにしたわって、まあ言うのがせいぜい私にできることで、まあ試験受けて大学院に行ったと。だから大学院に行ったのは、まあ、本当に就職差別のおかげなんですよね。で、大学院に行って、まあ、仕方ない、大学院で勉強しながら、まあ、自分で事業をして金を貯めようということで大学院に行きました。で、その時にまあ出会ったのが大阪一大の大学院に行ってたキム・チョソルさんとかユン・ミョンモさんで、まあ、韓国の書籍を集めて学院図書室というのを作ろうということで、まあ大阪で図書室を作ったんですね。まあ、韓国の書籍を 4,5 千冊集めて、まあ、そこで図書活動をやってたんですけど、まあ、なかなかこれも地味な運動で、あのテレビとかあの、まあ、雑誌でも取り上げられはしたんですけど、まあ、これなかなか、その間にキム・チョソルさんも就職が決まり、ユン・ミョンホさんもいなくなり、どんどん仲間が逃げていってですね、家賃を払うのが大変になりまして、まあ、これも行き詰まっていったんですけど、まあ8年ぐらいこの学林図書室という運動をやりました。で、その時にまあそこの文献を使って、まあ、修士論文を書くんですけど、やっぱりその時に一番影響を受けたのは韓国のパク・ヒョンチェさんとかチョ・ヨンモンさんとか提唱していた民族経済論、いわゆる民族がいわゆるその生きていくための経済をどう作っていくのかと、要は二度と植民地にならないような経済をどう作っていくのかということと、いわゆるフランクとかカルドーソとかバンビーラとかっていう、私ちょうどその時スペイン語を勉強してたんですけど、いわゆるラテンアメリカのいわゆる従属派の研究ですね。従属していく、先進国に従属しない途上国の生き方をどういうふうに考えていくのかということで、まあ、この民族経済の研究に没頭しておりました。で、ちょうどその時にあの下大夏運動が起こったんですね、あの東京中心に。で、いわゆるあの東京であるあの老人がですね、下大夏を拒否されまして、
たった一人の運動から始まって、これがものすごい両言の火のごとく凄猛な月日が膨り上がっていきまして、でこの時にまあ、東京の在日の人から下大夏拒否の予定者会議というのを作るので関西の、まあ、責任者をしてくれというふうに言われて、まあ、騙されてこの運動に入ったと。で、まあ、下大夏を、まあ、これは拒否するんじゃなくて拒否するふりをするんだと。だから予定者という言葉を入れようということで拒否予定者会議というのをしたんですよね。ところがやっぱりこれはもう拒否の期限が来たら拒否せざるを得ない状況になってくると。で、拒否をするとですね、やっぱりこれは該当法に反するわけですから、まあ、この自分のそのいろんなこれからの生き方にこう葛藤が生じてくるわけです。例えば何が起こるかというと、下大夏を拒否すると韓国に帰ってですね、帰ってこられなくなった、再入国許可が下りなくなったりですね、そういういろんなハンデがあったわけですよ。で、考えた挙句ですね、まあ、拒否をしたんですけど、私はね。で、その時に外国人登録証というのがまだあって、ちょうどそのデートしている時にその 外国人登録証のですね、私、まあ、いつも常時携帯というのがあったんですけど、外国人登録証は持たずにずっと家に置いてたんですよね。普通の人は多分常時携帯してなかったと思うんですよ。で、常時携帯に違反すると罰金が科せられるというのは分かっていながら、実際はそんなことはしないだろうという暗黙の了解で該当証をずっと入れたまま、家の引き出しに入れたままですね、ずっとこう移動しとったんですよ。車でそのデートしてる時に飲酒検問があって、で飲酒検問の時に免許証見せなさいとか、在日の韓国人やなと言われて、外国人登録証見せなさいと言って、家に置いてますわと言って、お前それはあかんとパトカーにそのまま連れて行かれて、山崎西警察署に連行されたんですよ。年いった警官と若い警官の2人がかりですよ。で、もうとにかく家族の職業からですね、妹の旦那さんの職業に至るまでずっと永遠聞かれて、ほんで、まあ、4、5時間ねっちりやられて、ほんで若いやつが、お前な、日本に住まわしてやってるのやぞと、日本に住まわしてやってんのに日本の法律守られへんかったら韓国帰れ帰れ、こんな言い方ですよ、若い警官がね。で、それで私もちょっと頭にきて、ずっと我慢してたんです。早くもうこの状況から逃げたいから、我慢して謝罪するふりをしてて家に帰りたいと思ってずっと我慢してたら、もうそいつが日本韓国に帰れとかって言ったから、私は分かりましたと。じゃあこれは常時携帯ということは、このカードみたいなやつを有馬温泉行きますよね、有馬温泉行くときにこれはカードはどうするんですか、裸だってパンツ脱いでこれから袋にぶら下げて、これはブルブルこう紐を引っ張ってブルブル、これはお湯にぷかぷか浮きますよね、そしてぷかぷか浮いたまま体洗うんですかと言ったんですよ。お前ふざけとると、お前完全にふざけとるということで、結局裁判職になって該当法違反事件になって、それで、それ判決が下ったんですね。判決は罰金何々、罰金は当時3万円だったと思います。罰金3万円を納付できないとこは留置場にその金額を1日3000円を換算したい期間留置するということで、でそれで予定者会議の時代これを発表したんですよ。こんな不当なことを私はされたと。私はこんなその該当証の不携帯ということで留置場に入れということを言われたと言われたら、で私は報告して、これは下大夏を拒否するだけじゃなくて該当証の常時携帯に対する反対運動していかなあかんと言ったら、その時ブラック解放同盟の人だったと思いますが、手を挙げて、すいませんと、あなたはこの罰金を払うつもりじゃないでしょうねと言われたんですよ。罰金を払ってしまったら日本の法律を認めることになりますよ、悪いけどあなたは留置場に入るべきだと思いますと言い出したんですよ。
これやばいなと思って、そしたら司会の人が、じゃあ判決、みんなで採決を取りたいと思いますけど、パクさんが留置場に入ることは賛成の人って、私以外は全員手を挙げてくるから、で結局私は留置場に入ることになって、ほんならね、その留置場に入る前の日にね、ドルメンというその喫茶店の人だったと思いますけどね、すでにその留置場に入った人がいるんですよ、それで。その人が、前大変やぞと、一般の暴力団とかと同じ部屋に入れられるぞと、気をつけろって言って、そのまま何をやって電話切り寄ったんですよ。ほんならどん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 なんか怖くなってきて、どうなるのかな、自分はどうなるのかなと思って、ほんで行ったら、留置場に入れられた時に、入れずに入れた暴力団みたいな人と同じ部屋に入られた。ほんで挨拶せなあかんと思って、パクと申します、よろしくお願いしますって言ったら、あまりやお前何したんやおいこんなんですよ、その暴力団ってね。おら一人やった一人やったその時に、いや、該当省の不敬隊とか舐められますから、いや、私も一人やったんですって言えたら、すごく喜んでくれて、それからね、すごいその人は世話してくれた。タバコ欲しい人山田に言えとかね、掃除は最後まで俺とかね、ご飯を早く食べろとかいろいろ言ってくれて、無事3泊4日でそこから出てきた時に、予定者会議の人が出迎えてくれたんですけどね、あれも今考えたら、もうあれからやっぱり在日がとして生きるということの困難性というかな、ものすごいやっぱり考えて、やっぱり諮問運動というのは、いろんな私に、まあ、なんていうんですかね、日本のシステムをどう変えていけばいいのかといろいろ考えさせる会だと思うんですよ。でたまたまその時に、まあ、三千里という昔雑誌があったんですけど、そこで小井勇さんという人から、まあ、原稿を書いてくれということで、子としての主体を尊重するという、まあ、論文を出したんですね。だからその時たまたまそれを読まれた三田宗介さんという有名な東大の社会学者が、朝日新聞の雲南辞表にその論文を取り上げていただいて、まあそれは嬉しかったです。まあ親父が朝日新聞にお前の名前載ってる言って、でまあこれがまあ一つの、まあその後の研究のまあ基礎になったといいますかね。まあ博士論文を書く前に、みんな実は日本の人が日本の学大学院生は就職が決まっていくんですね、まあ、当時大学院っていうのはもうほとんど残る人はいなくて、私の時も3人ぐらいだったんですけど、同じ学年の子はもう次々就職が決まっていったんですけど、やっぱり私は韓国籍なんで、なかなか大学に就職が決まらなかった。で、指導教授が、まあ、お前も就職決まらんから博士論文でも書くかと言って、博士論文を調べたら博士論文を書いた人はいなかったんですよね、あの同志社大学で。で、来日後博士になるかとか言って、で論文を書けということで、まあ、韓国新塚の苦悩という本を、まあ、同文学で出版したんですけど、まあ、これはちょうどキム・ヨンサミ大統領が誕生した時 の、 ちょうど92年の冬でしたけども、韓国が注目されていたということもあるんですけどね、本にしてですね、これがよく売れたんですね。まあ、学術論文で普通は本屋で並ぶこともないんですけども、すごくベストセラーコーナーに置かれまして、定価2500円の本でしたけども、5刷りまで行きましてね、すごくまあ、これは評価していただいたと思います。博士号を取って、まあ、これが結局博士号を取ったから就職できたと思います。で、東京の立正大学というところに、まあ、就職することができたんですけどね、立正大学で専任講師として、まあ、採用されたんですけど、この時はやっぱり今でも思い出すことは、家を探すのが大変難しかったということ。東京でまず採用通知をもらって、家を探すんですけどね、ちょうど立正大学は品川とそれから森林公園やったかな、東武東上線のあの間ぐらい、両方に校舎あったから、あの間ぐらいにしようって、練馬ぐらいに、まあ、家を欲しいと。でアパートマンション情報を買いまして、東京 の、 不動産屋に行ったんですよ。だからもう不動産屋の前に入り口に、ペットと外国人を断りって書いてあるんですね。
で、まあ、ペットとは分かるけど、外国人を断るってどういうことやろうと思って、入って、女の人が、まあ、5人ぐらい座ってて、まあ、一番タイプの女の人と行って、すいません、大阪から来たんですけど、8万ぐらいでワンルームマンション探してるんですけど、あ、分かりましたと。で、3軒、3つぐらい物件持ってきて、このマンションなどどうでしょうかと。これは晴れた日は5階からわずかですが、あの富士山が見えることがありますと。このマンションはいいと思いますけどって言われて、あ、いいなと思って、じゃあそれを紹介してくださいと言われて、で、向こうから書類を持ってもらえて、で、書類のとこに、パーク、ボック1と書いて、都道府県を北京にして、韓国って書いたんですよ。そしたらもうその可愛い女の子が仮面ライダー2号みたいにガーッてなって顔がガーッてすいませんとか言ってちょっと待ってくださいとかで奥に引っ込んで1分2分3分ラーメンがちょうどできる頃です。向こうからあの上司が来て、パクさんですから、この物件たった今決まりました。えっ、それは残念です。じゃあもう一つのこの物件お願いしますと。いや、これも決まったんです。で、俺はあや、なんかおかしいなと思って、じゃあこの3軒目はどうなんでしょうかって言ったら、そこで本音を出しようと思ったんですね。パクさん鈍いなと。あちらの方でしょ、お宅はあちらの方でしょ、あちらの方に紹介できる物件はここでは扱っていませんと、はっきり言われてます。これはひどいなと思ってね、わかりましたと。こんな店とは二度と取引しません、単価切って私は出たんです。で、ここはたまたまひどい不動産やろなと思って出たましたけども、2軒目もう最初に行ったんです。私は在日韓国人ですけど貸してくれる物件ありますかと言ったら、いや、そういう方には紹介できる物件ありませんと。で、3軒目4軒目5軒目全部回答一緒です。で、2日目も5軒回ってダメ、3日目も5軒回ってダメ、で、4日間我慢したんです。4日間20件もあってですね、20件とも全部断られてます。で、もう頭抱えてですね、あの大学に行ってですね、このままじゃホテルからですね通わなあかんと。1泊8000円ぐらいしましたよね。で、8000円で、まあ、30日泊まったとして24、5万で、当時立正大学の初任給が25万円でした。だから給料が全部これはあ、まあ、ホテル代なんですよ。これはじゃあ採算が合えへんと。で、頭抱えておったら、その時筆法先生というね、すごく世話してくれる先生がいて、その方が、あの、どうしたいと、こうこうしかじかで家が見つかりませんと、なんとかならんでしょうかと言ったら、いや、私はちょっとその方面詳しくないけど、あの弁護士でこういうの詳しいやつおるから、そいつのとこ連絡してみろと言って、で、弁護士に連絡したんですね。分かりましたと言ってですね、あの高田の馬場で待ち合わせをしたんですよ。その弁護士事務所の馬場前のとこにバーって20人ぐらい人が集まってました。ね、おかしいなと思って行って、あの、すいません、パクさんですかと、紹介しておきます。この方は外国人の入居差別と戦う会の皆さんです。今日からあなたと一緒に戦ってもらいますからと言われました。いや、そんな私戦いに来たんじゃなくて、家がただ見つけたらそれでいいんです、私戦い嫌いなんです、ね、もう予定者会議でもう散々謝罪なんじゃないですか。いや、とにかくそんなこと言ったら東京じゃ家は見つかりませんよ、外国人が見つけるの大変なことなんです。まず今から殴り込みをかける、ここから全てが始まります。とにかく最初に断られた不動産屋に殴り込みかけるから、今から案内してくださいって言われたんですよ。嫌やなと思って仕方ないので、バーッと山手線乗ってバーッと池袋まで行って降りて、その20人を引き連れて行ったんですよね。ほんならその不動産屋にあって、その弁護士がまずペットと外国人 あのチラシをバーン切って破り捨てましたから、で、扉を足でバーン開けて、トトトトトと、まあ、これはちょうどこの部屋ぐらいですよ、不動産。そこに20人が入ったんですよ。ほんならそこ必要ないのに拡声器で、許さないぞとか言って、許さないかいがね。ほんならそのバーッと責任者が来てね、あんた何やとか言って、警察電話するぞと言って、ほんなら弁護士が、捕まるのはどっちかな、
憲法にも国際人権規約にも違反しているのは君だけど、君が捕まれよとか言われて、なあ、あなたは在日韓国人のパクさんに家を紹介しなかったでしょうと。これは十分に憲法にも国際人権規約に違反した不当な行為ですよと言ったら、その人が、いや、在日の方に対して私は断る意思はないんやけど、大家が嫌がってるんやと。大家がね、お風呂、新築マンションのね、マンションのお風呂でね、キムチを作られて困るんですよ、後が臭くなるんです。私が、いや、私キムチの作り方知らんのですけどと言うたら、変わった韓国人やな、そしたら聞いてみたろかとか言って、で電話しようったんですよ。で言ったら、あの、保証人に日本人をつけてくれたら大丈夫ですと言って、やっとですね、保証人に筆法先生がなってくれて家が見つかったんですよ。ほんま、あれ、あのことがなければ私は路頭にさまよってた。これ実はね、今でもですね、在日韓国人に家を貸さない不動産屋っていう、これ裁判になってるんですよね。だからやっぱりこういう、その日本のクローズされた、特に、まあ、韓国朝鮮人に対しては特にそのクローズされたね、まあ、社会といいますかね、これをどういうふうにこう、このレイシズムを学問化するかということから始まったと思います。で、私がやっぱり一番学問の基礎になったのは、東京に来て出会ったあのカン・サンジュンさん、ムンギョンさん、チョンアヨンさん、キム・チュンミョンさん、まあ、カン・サンジュンさんはもう有名ですよね。あの TBS のテレビにも出られて、あの、まあ、カン様というふうに言われてるんですけどね、在日社会から。ムンギョンさんはその後立命館大学の教授になられまして、チョンアヨンさんも今立命館大学の教授、キム・チュンミョンさんは朝日、文芸賞かな、超有名な小説家になられました。チョ・キョンダルさんは、千葉大学の教授になられて、みんなその時あの専任とか、あの非常勤だった人は有名な大学の先生になられたんですけど、キム・チョソウさんは今信州大学から大阪商科大学に移られまして、この人たちでホルモン文化というムック誌を出そうということで、まあ、毎年あの原稿を1本書いて特集を組もうということで、まあ、そこで、まあ、そういう幾何大義士の神話から始まってですね、あの在日の論争とか、すごく錦を飾った男とか、民族教育とか、力道山の、あの、まあ、論文を書いたんですけど、これがその後の私の研究の全部実は基礎になっていったと思います。私がこのエスニック問題、在日問題を研究対象にしようと思いになったのは、このたまたま90年に一大から誘われて移籍をした時に、この民族問題論という授業を教えてくれと、これは当事者が研究した方がいいということで、まあ、当事者研究ということで、この民族問題論という授業を、まあ、大学で担当することになってからが一つのきっかけだったと思います。でちょうどその時、あの北海道に人権研修で、あのペトロの家というところにですね、研修に行った。これは障害者施設です。でここでですね、いわゆる当事者研究というのを提唱した、まあ、先生に出会いまして、これは、ペテルの家というところの精神障害者の当事者とその家族を対象にした、いわゆるリハビリのプログラムとして、この、向井八清涼さんが生み出したアプローチです。まあ、20名ほどの参加者がこの障害者を囲んで、障害者自身が研究者になってホワイトボードで自分が生きづらい様子を語りかけていくというような、まあ、新しいアプローチですよね。まあ、一人一人が自分自身の困りごとや生きづらさについて研究者になって、周囲の仲間と語り合うことで問題の理解を深めて問題解決の方法を探求していこうと、まさにこの今日やってるような形がこの当事者研究のアプローチだと思うんですけど、まあ、その方法を取り入れて、まあ、面白い授業をしていきたいなということが、私のこのエスニック、いわゆる民族問題論の基礎になりました。例えば、私がこのベッテルの家に行ったらびっくりしたことは、例えばここには南朝さんという事例が書いてますけど、まあ、私がちょうど聞いた時、悪魔君というキャラクターを設定してですね、障害者が、要するに自分の中で2つの人格がいるわけですよね。もう1人の自分が出てきて、お前は生きてる価値がある、ないから死ねと。この世からお前は去らなきゃいけないという、その悪魔と戦うわけですよね。
で今までの精神病治療ではその悪魔君を追い出す治療をしてたんですけど、それでうまくいかないということで、その先生は悪魔君と共存する新しいアプローチを開発していると。まあこれはあのその当時その私事業を目の前で見てたんですけど、この悪魔君が現れて窓からその障害者がバン飛び降りたりするのを支えて先生がですね大変な事業をされておったんですけど、まあこれはまさに在日研究に使えるなというふうに思ったんですね。まあある意味で在日という病とに対して私がまあ今話したようないろんな生きづらさというものを喋ることによってですね、それをどうやってその周りと理解してもらってお互いが住みやすい社会にこの日本を変えるかという事業として、まあ、考えていただいたらいいんじゃないかと思います。その後在日はどう生きるかというシンポジウムを何回か開催しました。93年、特に94年で覚えてるのは、ユン・コンジャさん、今亡くなった第一号弁護士のキム・キョンドクさん、テイ・タイキンさんで、司会がキム・チャンジョンさんというそうそうたるメンバーですけども、あの時にキム・キョンドクさんとかもうすでにあの韓国で在日が参政権を得るという方法が望ましいというようなことを主張していた最初の時期ですよね。むしろ母国で参政権を獲得すべきだということに対して、いや日本で参政権を取るべきじゃないかという議論が最初に出てきたのがこの94年のシンポジウムで、93年の時はいわゆる日本の国籍をどう取ればいいのか、日本の国籍を取ることをどう考えるのかという、ちょうど昨年でしたかね、一昨年でしたか、維新の会が大阪の住民投票で住民投票に参加したければ在日韓国人も日本の国籍取りなさいと松井代表とか吉村さんが言いましたけど、まあ結局日本人と同じその権利を取得したければというより、日本人と同じように権利を取得したいならば日本の国籍を取らなきゃいけないという考え方に対して、まあ、日本の国籍を取らなくてもですね、最低限のやはり人間としての権利が保障される社会にしたいというのが私の議論ですから、やっぱりどうしても日本国籍を取るということはいいんだけども、日本国籍を取りたい人と取りたくない人がいたら、取りたくない人にまでですね人間としての権利を保障してもらいたかったら日本国籍取りなさいというのはちょっとやっぱり違和感がある。と最終的にやっぱりそれぞれの地域があるわけですね。千葉県、東京都、大阪府、それぞれの党とか県とか風の中には日本籍住民とともに外国籍住民がいるわけですよね。その外国籍住民の人たちもやっぱり日本籍住民と同じように権利を保障されるような地域社会をどう構築していくかというのが、やっぱり私は最低限これから少子高齢化でどん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 高齢化していく住民の中でその都道府県が生き残り策として考えていくとき重要だと思うんです。これは外国から資本をその都道府県に入れる、あるいは外国籍住民が入れて生産年齢人口を一定数維持しながら、やっぱり税をちゃんと納めてもらって高齢者のに対して十分な対応していくことを考えてもですね、どん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 生産年齢人口は減少していく中で外国人労働者を全く入れないで衰退していくことを見届けることはできないわけですよ。ドイツみたいにやっぱり外国籍住民を増やしながらうまく彼らを使ってですね、やっぱり生産年齢人口を維持して、そしてその国の高齢者とともに共存していく道をどう選ぶのかということを、まあ、この時点から出していたということです。その後アメリカに行きました。アメリカでサンフランシスコでですね研修をしたんですね。そしたらやっぱり私がそこで見たのはやっぱりコメリカンと言われている、いわゆるコリアンアメリカン、コリアンであると同時にアメリカンであることが、まあ、共存している人たちです。これはジャパニーズアメリカンの人もそうです、日系人もそうですし、イタリア系アメリカ人もそうですよね。この人たちが黒人の公民権運動の流れの中でやっぱりそのエスニシティを維持しながらそれ国の建設に貢献していく生き方、その移民たちの原動力をその地域の活性化に使っていくと、これはなぜ日本でできないのかということです。でその後やっぱりこういった成果をなんとか地方自治体のプログラムに入れようということで、私は大阪市とか伊丹市とか神戸市とか
尼崎、まあ尼崎でもまだやってるんですけど、この審議会のメンバーに入ってですね、外国籍住民施策を作る運動をずっとしてきました。まあ具体的な成果はそこに書いてある94年の伊丹市の基本方針であるとか、まあ、大阪市の住民基本指針であるとか、まあ、いろいろ作ったんですけどね、まあ、この時は一番外国人の意見をまだ取り上げようとしていた時期だったと。これがどん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 今はなくなってるんですよね。この例えば大阪市外国籍住民有識者会議というのも橋本さんが維新の会で就任してから全部潰されたんですよ。だからやっぱりね、今回躍進 1議席取った参政党とか、つまり外国人のグローバル化に反対するようなナショナリズムを打ち上げるところはどん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 こう日本人のね、意見を吸い上げようとしてますけど、やっぱりこの外国ある意味のグローバル化、いわゆるその内なる国際化を進めようとすることに対して非常に日本人の警戒感が高まっていることに対して、私は何かやっぱりちょっとこのままでいいのかなという気はするんですよね。それをどういうふうにして日本の人に分かってもらうのかということが、これからのこのエスニックスタディの大きな課題になってくるのかなと思います。で、97年に韓国に留学しました。高麗大学のアジア問題研究所というところに、まあ、留学したんですけど、チェ・サンヨンさんという後の駐日大使が私の経歴教授で、チェ・サンヨンさんは日本代表的な日本研究者で、北一揆の研究をされておりましたが、まあ、ここで、まあ、午前中は韓国語の勉強をして、昼からこのアジア問題研究所で図書館にこもって、向こうの植民時代の日本語新聞をずっと読み漁って資料を集めておったんですけど、まあ、研究テーマは戦後の韓国政府の在日韓国人政策ということでしたけど、まあ、そこで日本語と韓国語で論文を発表させてもらいましたけども、このまず在日同化説というものを学問化するために出したのがこの在日という言い方です。99年で、この本の中で、まあ、一応三世はこれからどう生きていくのかを分析していくんですけど、まあ、基本的にはその後再調査をして、大規模なアンケート調査をして、機関統合学に、これは在日のアイデンティティと未来という論文を書きまして、これは韓国の国史編纂会からも韓国語訳が出てるんですけども、基本的にやっぱりどういうこれから生きていくのかと、在日が日本人にはやっぱりなりたくないと、韓国人にもなれないと、やっぱり日本の中で韓国系の日本人になるか、あるいは日本国籍を取って韓国系の日本人になるか、在日韓国人としての民族性を追求したいという人がかなりいたということ分析を結果をここで出しています。まあ、その後在日コリアで何年年という、まあ、本を出したんです。これは朝日新聞に月刊誌に連載をしたんですね。この連載も非常に苦しかったんですけど、ずっとその締め切りが近づいてくると、いいから、いいに文字が溢れてきて、吐きそうになったんですけどね。で、ここで、まあ、いわゆる在韓被爆者の問題とか、軍人軍属の問題とか、無年金の高齢者の問題とか、植民地出身者の参政権の問題とか、そういうものを、まあ、まとめて本にしたんですけど、これは、在日という病理というタイトルに出したら、なぜか本屋に行ったら何でんねんって分からんような分からんタイトルで、本屋に置かれていて、編集者が勝手にタイトルをこんなタイトルにしよったんですけど、売るためにね。大体これ何でんねんという日本語は間違ってるんですよ。これは大阪弁でも京都弁でもない、ぐちゃぐちゃな、この自身が何でんねんになってるわけですけど、まあ、しかしこのタイトルのおかげか5ずりぐらいまでいってよく売れたんですけど、まさに在日コリアンで何でんねんと一体何だろうかということは今でも私はよくわからないんですわ。その後、まあ、民団に参加することになりました。これはキム・ジェスプさんが民団の団長の時に21世紀委員会と立ち上げまして、その時私は民族教育再生国家の計画というのを発表しまして、これは民団新聞にも詳しい内容が載ったんですけど、数名撲滅5カ年計画とかいろいろ作りましたけど、なかなかこれはうまくできませんでした。ただそこで在日コリアの歴史教科書を作るということと、これは実際の歴史教科書は明石書店から出版されまして、まあ、今は亡くなりましたタンジェオン先生とか機関特捜先生とかケミギャンドクさん、まあ、今執筆者全部私以外亡くなりましたけど、この人たちの意向を
基礎にですね、在日がどういうふうにして日本に来てですね、それも日本社会に貢献してきたのかということを本にしたものです。これも京都大阪、の民族学校テキストに使われて、授業に使われているということで、若い世代に歴史をどう残すかということに役立っているんじゃないかと思います。で、最後やりたかったことは学会でこの在日コリアン辞典を編纂して作ったことですけど、これは大変な作業でした。5年ぐらいかかりまして、850項目をピックアップして、一番適切な人を学者から選んで、この辞典として在日の歴史を記録していくという行為ですけど、赤石書店が引き受けてくださいまして、韓国語版も出版されて、現在これの改訂版を新しい高麗学会の会長になられた井口先生の下で進行中でございます。これが私の学者人生として一番大きな業績ではないのかなと思います。その後、私の出した本の中で一番ベストセラーになりました僕たちのヒーローはみんな在日だったという本ですけども、これは2011年に出版されて、現在も、今6刷り文庫版6刷りで単行本は5刷りですから全部で11刷りぐらいになってるんですけど、どこで売れたのかというのは出版社からも全部出てくるんだよね。何々書店で何冊と毎日これ送ってくるんですけどね、出た当初は。そしてこれ分析して分かったんですけどね、随分北新地と銀座のねホステスさんかっていうんだよ。やっぱりそこで働いた在日のホステスさんがこの本を必読書にしてましてね、すごいそこで売れたということが分かった。特に東京が売れたんです、関西じゃなくてね。だから非常にこういうのに関心を持ってくれたんだなと分かりましたけど、特にこの屋敷隆人さんのことは文庫版に書きましたけど、屋敷隆人さんには世話になりました。屋敷隆人、力道山、荒井翔健、松坂慶子さん、松田優作さん、こういう人たちがどういう苦悩を持ちながら在日の芸能人として生きてきたのかということについて、ここでは国籍、羊、ナショナリズムの観点から考察した本です。それで一番最初に私が行き着いたのは在日企業人の経済活動の研究だったんです。これアメリカに行った時からずっと感じてたんですけども、アメリカの黒人がいわゆるアフリカから移民としてアメリカに来た人がですね、アフリカ系住民がどういうふうにアメリカの経済の発展に貢献してきたのかはやっぱり大学とかの授業で教えてるんですね。これはちゃんとやらなあかんなと思って2006年から龍谷大学のリースニムさん、これは同志社の商学部の私の先輩に当たる人ですけど、龍谷大学でアメリカで博士を取って龍谷大学に就職した人ですけど、在日企業人の研究をしている人がいまして、一緒に在日コリアンの経済活動ということで富士出版から本を出しまして、ソウル大学でシンポジウムをしました。これは日本経済において在日がどんだけ役割を果たしたか、例えばそれこそマルハンもそうだし、それこそ MK タクシーとか、いろんな企業があるわけですよね。それこそソフトバンクもそうだし、そういう企業がたくさん日本の中でいわゆる移民たちが作った企業が日本の経済活性化に役割を果たしていると、特にここでは西陣織ですね、京都の西陣織で今キーマンになっている在日なんですよ、ほとんどね。そういう伝統的な日本の文化産業の中で在日がどんだけ大きな役割を果たしているかなのかも実証しているわけです。それから2007年から大東文化大学の長野先生、この人も日本国籍を取った在日韓国人ですけども、これは韓国での経済発展に在日がどんだけ大きな役割を果たしたのかという分析をしたんですけど、逆に日本じゃなくて韓国の経済発展に在日がどんな役割を果たしたのか、これは岩波書店から本になりました。でこれを踏まえて私は科研費を取って、文科省から科研費を取って日本のエスニックマーケットとの研究をしようということで、実は新大久保と大阪の通橋周辺に大きな肝心マーケットが形成されているわけですよね。でそこが今新大久保はすごい人が集まってますし、通橋なんかもすごい人なんですけども、
この解放前後からこれがずっと肝心マーケットは特に通貨市場が形成されてきまして、その肝心マーケットとこの民族金融機関、特に関西工銀ですね、この関西工銀のこの果たした役割、その後、まあ、大阪工銀から始まって関西工銀になって、ね、関西工銀が発展して祖国に進出して新幹銀行を作ったんで、新幹銀行今年40周年記念シンポジウムをこの間やってましたけどね、この金融機関とマーケットのつながりと韓国のこの3つのつながりをどう分析するかということを研究しました。まあ基本的にまあ一つだけ言うと、本当に戦後はあの在日が事業をしようにもですね、金融機関が金を貸してくれなかったんですよ、韓国人ということで。そのためにあの大阪工銀とか大阪商銀ができて、まあ総連系は長銀ですけどね、この長銀とか大阪商銀とか大阪工銀がそのマーケットに資金を流して、韓国からお金を呼び込んで資金を流して、実は韓国からお金が金融機関に流れて、金融機関からそのマーケットにどんどんお金が流れて、そこであの循環メカニズムが生まれて、あの在日の産業が発展していったわけですけどね。ただこれが多文化共生時代がどんどん今来てるわけですよね。だから在日のためにお金を貸すだけの金融機関も必要がなくなってきてると。だからある意味で多文化共生の訪れとともに、もうその民族金融機関の歴史的役割は終わったんじゃないかというのがここでの問題提起です。これはこれからも検証が必要になってくると思います。その後はまあ、日韓共同研究ということで、日韓関係史65から25、これは東大の木宮教授中心になってやった研究ですけど、私は、いわゆる坂本宝石の曽我歩さんとロッテの新極保さん、それから新韓銀行のイ・ヒゴンさんのケーススタディをもとに、本国投資がどういうような葛藤を在日に生み出したのかという研究をここでしています。まあ、ここでは曽我歩さんの坂本宝石が潰れてしまったんですけどね、なんで潰れたのかということもこれ重要な研究テーマですね。でなんでそれに対してロッテはうまくいったのか、なんで新韓銀行の前を作った結局関西工銀は潰れてしまいましたけどね、大阪工銀、新韓銀、大阪関西工銀は潰れたけども新韓銀行は生き残ったということありますけど、なんで関西工銀が潰れたのかということも含めて、このブリッジ経営というのは大変難しいんですよ。韓国でもうまくいって、日本でもうまくいって、これは本当に非常にレアケースとしてロットがありますけど、この循環メカニズム、これは特に新極保さんのお父さん重光さんの息子さんに引き継ぐときに、これいろんな問題出てきました。韓国のそのお金が全部日本に運ばれてきてるわけですよね。でそれは韓国の金融庁が監察に来て、これはダメだということで圧力をプッシュかけてきてますけど、この在日同胞を中心にした韓国と、日本のこのつながりですよね。で、それで、在日マネー戦争、これを書いたんですけどね、イ・ヒゴンさん、これはハマルハンのハン・チャオンさん、それからメムケのユー・ウォンシクさんの3人が金融機関を巡るってこう争うわけですよ。これは大阪工銀潰れた後に、先ほど私の韓国の受け入れ、チェ・サヨンさん、チェ・サヨンさんがサンヨンの総流って書いて、最後のドラゴンを作って、ドラゴン銀行と日本を作ろうとした。でその話なんですけど、なんで彼らがこの金融機関を作ることにこだわっているのかということを分析したものなんですけどね。俺たちの金は俺たちだけが守ると、これはね、むちゃくちゃ面白い本ですよ。自分で読んだんですが、こんな面白い本ないのに、なんでこんだけ売れへんかったのかというのが問題なんですから。で、最後にマスコミの話をちょっと、もう時間来てましたね。あと5分で。まあ、いろんな番組出させていただいたんですけどね。それこそサンデージャポンから始まりまして、サンデージャポンを見たディレクターがそこまで一定委員会に呼んでいただいて、そこまで一定委員会に見て、ディレクターがテレビタックに呼んでいただくと、私はね、やっぱり誰かがやっぱり在日の立場を、ね、代弁しなきゃいけない、マイノリティの代弁者を誰かがしないといけない。これはね、そんなみんなができる仕事じゃないんです。最後に課題としては、これから在日コリアに関しても学際的研究が必要でしょう。
それからこの歴史を後世にどう伝えていくか、まあ、この KJ プロジェクトもその一環と思います。それから民族学校をどういうふうにこう変えていくのか、グローバル化をしていかなかと民族学校。それからやっぱり最後ですが、やっぱり植民出身者である在日コリアンの参政権と、いわゆる一般外国人の参政権は、これ種類が違うと思うんですよ。戦時中一定の税金を納めた在日は、選挙に出馬することも投票することもできたんですね。その人たちの権利が戦後取り上げられてですね、参政権がなくなってしまって停止されてしまったと。ぜひこれから日本の多文化共生社会のということ視点でですね、いろんな形でいろんな外国人とお付き合いいただければと思います。本日はありがとうございました。